本殿と狛犬徳王稲荷社琴平社は愛知県岡崎市に鎮座する神社通称徳王神社とも言う岡崎市中心部の西中町に鎮座し徳王稲荷社と琴平社の2社を合資している両社とも1945年の岡崎空襲により消失し1967年に合資する形で新たに建立された境内には富士棚があり 毎年4月下旬から5月下旬にかけて、富士祭りが開かれる。徳王稲荷社は、1507年に今川氏地下の発願により、稲熊の後石山の地に稲荷大臣が誕生されたのを起源とする。1893年1月3日に領庁に移転し、同年1月26日に徳王稲荷社に改称された。 1920年4月12日には孫社に列せられ、7月9日に新鮮兵白陵とも新神社に指定された。1945年7月20日の岡崎空襲により、社殿が消失した。一方の琴平社は、憲法の世に、本間三郎重光の神ともはやと、北の天神の主観として奉仕したのが起源とされている。永禄の世に領庁に住む友の孫太郎が、 徳川家康に譲るを献じたことにより、原指屋敷と称せられ、徳川家康も、射的のために訪れたとされる。1813年10月に、友野市屋敷内に琴平大臣を奉仕、後に、中町に移転した。1945年7月20日の、岡崎空襲により、射殿や藤棚が消失した。1967年4月、徳王稲荷、社。 琴平社の合資が決定し、元琴平社境内に新社殿を造営した。1945年7月20日の岡崎空襲により徳王稲荷社、琴平社の両社殿、藤棚がすべて消失した。1967年に徳王稲荷社、琴平社の合資により元琴平社境内に新社殿が造営された。その工事に伴い、 境内の片隅に根だけ焼け残り鶴を伸ばしていた、計5センチメートルほどの富士山株を移植し、棚を設け大切に育てると、奇跡的に王孔を忍ばす170センチメートルを超す長富士が復活した。毎年4月下旬には、東海道一の長富士と称えられる、コンピラ山の富士祭りが行われる。5月上旬までは、夜間照明が施される。ありがとうございます。